パンタナルは南アメリカ大陸のほぼ中央部に位置する世界最パンタナルの名前の由来はポルトガル語のパンタノである。水門学、地質学、生態学の側面においてパンタナールは得意な性質を持つ。1982年のレイドンブレイジルにおいてパンタナル地域には12種類の生態系が存在していると定義されている。大部分が ブラジルのマットグロッソ州とマットグロッソドする州に所属し、一部がボリビアとパラグアイにまたがる。総面積19万5千平方キロメートルであり、そのうち1878平方キロメートルが2000年にパンタナル自然保護地域としてユネスコの世界遺産に登録された。また、ラムサール条約の登録地でもある。の間、パンタナルの80%以上が水没し、 地球上で最も水量が多い平原と化す。乾燥と洪水を季節的に繰り返すパンタナルのような生態系を洪水平原生態系と定義する。具体的にはこの生態系は水が溢れる洪水の段階から元々あった土壌の高さまで水位が下がり乾燥状態になっていることを繰り返す。土の状態で説明すると砂から粘土、シルト状態になる。パンタナルは 海抜80メートルから150メートルに広がる平原地帯である。1986年のキャファビッド・ガルシアとカストロの観測によると11月から3月の間に1000ミリメートルから1500ミリメートルの降水量が観測される。パンタナールを流れるパラグアイ側の水位は季節的に2メートルから5メートルの間で上下する。パンタナールのそれ以外の場所での水位の変化は これよりも小さい。溢れ出した水の速度は非常に遅い。その理由は植物が密生しているためである。このことは1995年のハミルトンと研究に基づく。パンタナルは生物多様性の宝庫であるが、農地や牧草地を開発するための農薬を原因とする伸びが多発しており、2020年時点で出現の1割に、 相当する約一万九千平方キロメートルが消失した。世界自然保護基金ブラジルは生態系の破壊と沿害を警告し、自然保護団体や国際投資機関はブラジル政府に対策を求めた。ジャイル・ボルソナーロ大統領は2020年7月、アマゾン熱帯ウリンとパンタナルで寒気が終わる11月までの焼きを禁止する措置を取ったが、一方で同年8月、 その後も頻発する伸びをメディアによる嘘呼ばわりしている。2019年アマゾン熱帯雨林火災も山椒パンタナルは巨大で緩やかな傾斜がついた日本の本州ほどの広さの平原である。傾斜が緩やかなことにより高原地帯から流れてくるパラグアイ側とその支流の水を急速に失うことなくゆっくりと平原から流れ出す。パンタナルは西と北西を ブラジル・ボリビアの国境に位置するチキターの熱帯、乾燥林に南西と南をグランチャコと接することで区切られている。パンタナルから北、東、南東部にはセラードが広がる。年間の降水量は1000から1400ミ、mm、リメートルで、あるがパンタナルの水資源を供給するのは高原地帯から流れ出すパラグアイ側である。気温は年間平均で摂氏25度であるが、 年間の寒暖の差は0度から40度までと大きい。パンタナルの植物症は、パンタナルコンプレックスと言及されるほど多様である。パンタナルの植物症には、典型的なアマゾン熱帯雨林において植生する樹木、ブラジル北東部の植物、ブラジルにおけるセラード、パラグアイ、アルゼンチンにおけるチャコと呼ばれる地域に生える、寒木群も観察することができる。森林は、 標高が高いところでは一年中追い茂る一方で、双本は水浸しになった場所で、季節的に生えるのみとなっている。双本の生育が季節的に限定される理由は繰り返される。洪水によって生育が阻まれることも一因としてあるが、より重要なのは寒気の間の水が不足することにある。パンタナルには、約1000種の鳥類、約400種の魚類、 約300種の哺乳類と480種類の爬虫類がいると考えられている。パンタナルで希少の動物と考えられているのはアメリカヌマジカやオオカワウソの類である。パンタナルの一部において絶滅の危機に瀕している動物としてはスミレコンゴウインコ、カンムリノスリ、ジャガー、タテガミオオカミ、ヤブイヌ、オオアルマジロ、カピバラ、アメリカバク、オオアリクイなどが挙げられる。 この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。